こんにちは、翔太です。今回なんですけど、カエサルの水引きですね、こちら何者なのかっていうところを運営さんに聞いてきたので、それについて話していこうかなと思います。まあ、ちょっとですね、カエサルの動画の際にですね、コメントでカエサルの水引きって何っていうのを、指摘いただいて、私もなんだろうなと思ってですね、ガチャの画面見てみると、上にですね、絆の水引きあるんですけど、その横にカエサルの水引きっていうやつもあって、カエサルのガチャで使用可能みたいなことが書いてあって、一体これは何なんだろうなというふうに思ったので、まあ、ちょっと運営さんに聞いたらですね、30分ぐらいで帰ってきたので、それについて話していきます。カエサルの水引きにつきましてご回答させていただきます。ご指摘いただいた、アイテムはカムバックユーザー様のみ獲得できますというところで、まあ、基本的に毎日やってる方には関係ないようなものになりますね。ちょっと私も見たことなかったので知らなかったんですけど、カムバック限定のイベントになるみたいです。カムバックイベントが何かもう説明してくれました。カムバックユーザー様がよりスムーズにゲームをご体験いただけるよう開催させていただいた個人専用イベントでございます。イベント詳細は下記をご参照いただきますようお願いいたします。主将ですね、まずレベル50以上というところで、まあ、適当に作ったりとかするだけではもらえないものになりますね。一応レベルが50で、かつ最終ログインから30日、まあ、1ヶ月ですね、ログインしていないようなユーザー様が対象になっていて、再度ログインすると、期間限定の、ちょっと旧の順王とかですかね、にイベントに、まあ、ご参加できるみたいです。最終ログイン日によって、まあ、このイベントのですね、開放される項目であったり入手できる報酬が異なるみたいです。ちょっと私ですね、どういうイベントかっていうのは出せないんですけど、まあ一応期間が空けば空くほどですね、報酬が良くなっていくような感じになるんじゃないかなと思います。まあただ基本的にはカムバック、ボーナスとイベントとなりますので、まあ毎日やっている方がアイテムとしてはもらえるはずです。このイベントは90日ごとに1回参加できるので、まあ、このイベントにひたすら参加していこうとすると年に4回しかログインできなくなっちゃいますね。で、一定の期間が経ってゲームにログインしたことがない場合、後期の申請かなが開放されるみたいです。なお、カムバックユーザー様向けに MR 副賞カエサルのガチャイベント勝利の意思が開催される。あ、なるほど。で、VIP 5以上の場合、VIP 5以上の場合、一定の条件を満たすと水引きの重いパックを購入できるように、お得価格でカエサルの水引きを購入できます。なのでカエサルの水引きはここですね、カムバックした上で、カエサルのガチャイベントが開催されて VIP 5以上であれば水引きの重いっていうのが購入できて、まあ多分通常の絆の水引きより安く買えるんじゃないかなと思います。その回カエサルのガチャでしか使えないというふうな感じですかね。まあ、補足の点として、該当プレイヤー様、私がこれ、カムバックユーザー様である可能性が、いや、ないと思うけどな、毎日やってるんで、一般のユーザー様は参加できませんのでご理解いただけるようお願いいたしますとのことなので、まあ、カムバックキャンペーンで、カエサルのガチャイベントが出た方ですね、が購入できるようなものになっているみたいなので、まあ、基本的には気にしなくていいんじゃないかと思います。ちょっと紛らわしいですね。もしかしたらカエサル以外にもこういったもの、ネロとかもあるのかもしれなかったんですけど、ちょっと私も全然気づかなくて、まあ、カエサルの水引きっていうのが何者かっていうのはこんな感じ。カムバックユーザーで、なおかつ VIP 5以上の方で課金しないと取れないようなものになりますので、まあ、基本的には気にしなくていいのかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、 Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの登録よろしくお願いいたします。